ハロー YouTube。 さあ今日はですね、大阪で F1 を開催する計画があるということでニュースになってますけども、こちらについて、語っていきたいと思います。私はね、兵庫県出身ということで、隣の県ですけども、大阪もね、馴染みのある町ですし、ぜひ F1 開催されれば嬉しいんですけども、実際その実現の可能性というのがどのぐらいあるのかという話を、今日は解説していきたいと思います。この話自体は、急に降って湧いたような話ですけども、今年1月15日に行われた会合で、大阪観光局の、溝畑博史理事長という方が、その会合の中でこういう話が今ありますということをお話しされたということで、ニュースになっているわけですけども、昨年の9月にシンガポールグランプリの方を、その大阪観光局の、何名の方が行かれたのか分かりませんけども、視察されたということで、このあたりの話はね、モータースポーツ .com さんが、日本語版の方が、取材をされて、その担当者という方がお話しされている、内容が記事になってますので、ぜひそちらをご覧いただければと思うんですけども、シンガポールは視察しましたと。で、現地の様子をいろいろと見て、レースだけじゃなくていろんなことがあって、セレブリティが来たりだとか、いろんなことが行われているという世界に、ただレースじゃないよっていう、今エンターテイメントになっているということを、現地で見てきたという話がされてましたけども、F1 側とコンタクトは取ったものの、当然ね、視察に行かれたんで、F1 の、どのレベルの人と話したのか分かりませんけど、挨拶はして、ただ実際の交渉は何もしていないということで、計画としては開催場所はその2025年に万博が行われる、夢島っていうのも含めて、行動サーキットというところに限定せず、大阪府内全体どこでも可能性はあるというふうな、ある意味こうぼんやりとした、計画と言っていいのかどうかというところですね。行動サーキットだけじゃなくてパーマネントサーキットを作るという可能性も、含めて、検討しているということが、その中では語られているわけですけども、現実問題として今 F1 を開催しようとなると、課題としては3つあると思うんですが、まずやはりその1つ目がサーキットと、どこでやるのかということが一番問題になるわけですけども、市街地サーキットにすることは、大阪の道って結構広いですから、御堂筋含めて、御堂筋なんか、8車線ぐらいあるわけで、コースを作ること自体は十分可能なのかなと思いますが、ただやっぱり開催するとなるとパドックエリアというものが必要になってきますし、シンガポール実際視察されたのであれば分かると思うんですけども、ピットビルディング自体はあれは常設ですから、全10チーム、規定上は11チーム、12チーム、13チームが収まるピットガレージがなければいけませんし、なおかつその背後にはチームのスタッフが仕事をするためのパドックのエリアというものが必要になりますと。で、それに加えて、まさに今回その観光局の方が、一つの F1 誘致したらいいんじゃないかと言っている理由の一つである、パドッククラブですよね、非常に富裕層の方々を大阪に呼ぶことができる、 F1 をやれば呼ぶことができるというのが、今回打ち上げている理由の一つなわけですけども、当然そうなればパドッククラブというものが非常に豪華な施設が必要になるということで、もちろん仮設でこれを作ることも可能なんですけども、バクーなんかはそうですね、仮設ですね。なんですが、いずれにしても広大な場所が必要になりますから、そういう場所が大阪市内、少なくとも中心部にあるかというと、少なくとも僕はちょっと思い当たらない。大阪城の周辺とかは若干あったりはしますけど、じゃあ車が入ってきてピットガレージがあって、車が出ていって、でその背後にパドックを作るエリアがあってといったところが、実際ね、木とかが植わってるとできませんから、更地にしなきゃいけない状態になりますから、その辺がちょっと中心部っていうのは難しいのかなと。現実的に考えれば、万博の開催される夢島、もしくはそのもう一個手前の舞島とか、あとはオートサロンみたいなね、イベントが行われているエリア、港南エリアとかになるんじゃないかなとは思いますけども、いずれにしても非常に難しい。もしそうやるのであれば、万博今
実際建設されているわけですけども、もうあのサーキットにするという前提で万博の会場が設計されていないと、その跡地を使ってサーキットにするというのはかなり難しい。まあ、ロシアのソチなんかはね、もともとオリンピックやるときにこういうサーキットにすると、 F1 開催するという前提でデザインをしていたので、サーキットうまく仮設サーキットという形でできてましたけども、まあ、そうでなければなかなか難しいのかなと。バクーなんかは政府庁舎の前の広場を思いっきり使って、まあ、仮設のピットビルディングと、パドックエリアを作るというような形してますけども、まあ、ちょっと大阪の場合その場所がなかなか見当たらないなということが一つですね。もちろんパーマネントサーキットを作るっていうのは、まあ、維持費考えればまあかなり、現実的じゃないだろうということがありますね。まあ、そのサーキットに関してはやはり具体的な話が一つもないというところがなかなか難しいのかなというところになってくるかと思います。でそれからまあ2つ目の課題というのはやっぱり資金面、これはもう誰でも心配することだと思いますけども、まあ、開催権料が非常にまあ莫大ですから、普通にチケットを販売して例えば10万人来たとしても、まあ、これはペイしないと赤字になってしまうという状態なので、その赤字をいかに補填するかというところがまあ問題ですよね。仮に例えば開催権料が非常に高かったとしても、それをまあ何らかの形で払って開催を勝ち取ることは可能だと思うんですが、開催したとしてもそのどうしても生じてしまう莫大な赤字というものをどうやって補填するのかというところがまあ非常に具体的には見えていないというところが、まあもうその辺もこれから検討していくということなので、まあここもやはり具体的な方策というか計画はまだないということですよね。で、まあ、当然大阪観光局という団体がやるわけですから、まあ、これは観光誘致、まあ、海外からのお客さん、インバウンドのお客様、それからまあ特に IR を今大阪は進めているので富裕層に来てほしいということ、まあ、富裕層にアピールするのは F1 が非常にいいだろうと、これは確かにそうだと思いますし、実際にまあいろんな今国がやっていることっていうのはそれに近いことなわけですけども、まあ、実際アブダビなんかが、まあ、まさにシンガポールもそうですけども、アブダビもそうですし、それから、まあ、バクーもそうですし、まあ、バーレーン、サウジアラビア、それから、まあ、ロシアもね、今も開催されなくなってしまいましたけども、非常にそういう世界に向けて、アピールをするというところで開催してきているわけですけども、まあ、こういった今まで F1 をやってきた、そしてまあ実際にある程度続いている開催国っていうのは、まさに今開催国と言いましたけれども、大阪のような都市ではなくて国単位でやってるわけですよね。まあ、政府が非常に主体となって、推進をして、でその F1 開催によって生じてしまう赤字というものを世界に向けた宣伝費として計上することで、この赤字を補填すると、まあ、宣伝費という名目だけではなくて、まあ、シンガポールであればシンガポール航空、アブダビであればエティハド航空といったように、まあ、実質的に政府だよねという、まあ、国営企業に近い企業がスポンサーにつくという、そういうような形で赤字を補填して、実際のお金としての見入りは小さくても世界に向けてアピールすること、それによってまあインバウンドを獲得したりだとか、それ以外の経済的なプラスというものを集めることによって、トータルとして、国としてトータルとしてプラスになればいいよねという判断で F1 やっているわけですよね。まあその場合であれば、大阪府が主体となってやることになるかとは思うんですけども、吉村府知事の方はですね、まあ、以前にも F1、 まさにこの大阪の万博の跡地を使った F1 計画というのを一時期掲げた時もあったわけですけども、まあ、やはりこれは先ほど申し上げたような財政面的にかなり現実的じゃないということで、まあ、大阪府としてやるということはまあもう断念されていると、まあ、はっきり断念するというふうにおっしゃってますけども、今回のこの計画に関しては民間主導でやるのであれば歓迎するという言い方をされていて、逆に言うと大阪府としてはお金を出さないというふうにおっしゃってるわけですよね。なので、まあ民間主導であれば やってほしいということなんですけども、先ほど申し上げた通り、これまさに話としては真逆でですね、民間主導で例えば今日本グランプリは鈴鹿サーキットさんやられてるわけですけども、まあ、こういった形で F1 を開催するというのは、まあ今全世界
見ても非常にもうレアな方になってきてしまっていると。どうしてももう国として F1 をもう国家プロジェクトとしてやるというのが、まあ、今はスタンダードになりつつあるわけで、まあ、その中で大阪府としては行政としてはやらないと、民間でぜひやってくださいというのは、まあ、真逆な流れなわけですよね。というわけで、まあ、非常にちょっと資金的な財政的な部分でも課題は非常に大きいのかなというところが、感じられますね。まあ、もう一つの課題としては、実際にその今のいろんな国が F1 やりたいと言ってる中で開催権というのが取れるのかと、まあ、これはもうあの一国一開催というのがね、原則として F1 はあるわけですけども、で鈴鹿が今日本グランプリやってるので、じゃあ大阪が仮にやるとなったら、じゃあ鈴鹿の日本グランプリはなくなってしまうのかというふうに懸念されて、まあ、それがあの反対する理由になっている方もいらっしゃると思うんですが、まあ、これに関しては、まあ、実際今 一国一開催というのはまあ有名無実化していますし、アメリカなんか3カ所やってますから、ここに関してはまあ何とでもなってしまうというふうには思いますし、実際この、大阪観光局の、方々も、鈴鹿さんとは共存していきたいというふうに、つまり日本グランプリを、奪うということではなくて、鈴鹿さんは鈴鹿さんで日本グランプリをやって、大阪は、まあ、大阪グランプリになるのか、どういう、ね、関西グランプリになるのか分かりませんけども、まあ、そういう、位置づけとしてやりたいということなんですが、まあ、今 F1 はこの2024年は24戦、年間24戦開催される予定になってますし、レギュレーション上もね、今最大24戦というふうに規定されていますので、ここから、例えば大阪がやるとなったら年間25戦になるというのは、まあ、ちょっと現実的ではない。これはまあ F1 もしくは F1 チームに対してこのルールを変えてくださいというふうに言わなければいけないわけですし、ルールを変えさせるだけのメリットを大阪観光局が F1 側に対して提供できるのかというと、まあ、今言った通り財政的にまだ課題があるという状況の中で、じゃあサウジアラビアグランプリよりもさらに莫大な開催権料を渡しますとか、どこどこグランプリ、他に例えば今、まあ、マドリッドがね、間もなく発表されるんじゃないかというふうにも言われてますけども、マドリッドであるとか南アフリカであるとか F1 開催を望んでいる、開催地オーガナイザーよりも魅力的な金額条件を提示できるのかというと、まあ、非常に難しいというのが現実的だとは思うんですね。まあ、そこが現状その24戦あって、それからまあ他にもいろんな国がやりたいと言ってるっていう状況の中で、その他を押しのけて蹴落として、もしくはルールを変えさせてまで F1 を大阪が開催できる権利が獲得できるかというと、まあなかなかこれも難しいんじゃないかなというふうには思います。というわけで、まあこういうね、サーキットと、まあ財政面とそれから開催権そのものというこの3つの課題があるわけで、まあこれが全てクリアにならないと開催というのは難しいと、まあ、だからこ そのいつやるとか、どこでやるとかどのようにやるということは、まあ、今回具体的なことは何も語られていないわけですよね。漠然とただやれればいいなといったような、計画とすら言えないような、思惑をまあ発表されたということで、まあ、はっきり言うとその具体的に F1 開催に向けて何か動いているということはないんじゃないかなというふうには感じてしまいますよね。具体的にやったというのは、まあ、シンガポール視察に行ったというだけで、であればはっきり言ってそのまあ、ね、大阪観光局の予算を使って視察に行かれたわけですから、F1 をやりたいよという意思表示ではなくてですね、具体的などこでいつどのようにやるのかといった、それが実現するかどうかは別として、ある程度具体的な、まあ、視察があったわけですから、報告書というものがないとこれはまずいんじゃないかなと、ね、いつぞやあのパリに、公金で行って、観光して、楽しかったですみたいな、そういう議員さんたちも、だいぶ批判されましたけども、やはり視察に行ったのであればそれに見合った報告書もしくは具体的な計画というものがないと、なかなか大阪府民大阪市民の皆さんの理解は得られないんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、この大阪観光局というのは、まあ、民間
吉村知事は民間というふうにおっしゃってますけども、これもともと大阪府大阪市それから大阪商工会議所の、母体とした財団法人大阪観光コンベンション協会というところの中に、設置された、観光事業の実施主体として、設置されたというふうに、書かれているわけですけども、まあ言ってみれば大阪府大阪市を母体としている以上、まあ完全な民間とは言えませんし、予算としても当然観光の PR という名目で、公金が注入されていると思われますから、となればやはり、半官半民というような位置づけになるんじゃないかなと思いますし、であれば、観光局の予算を使って視察をするというのはね、やはりそれなりに責任を伴った、行動が必要になってくるんじゃないかなというふうには思いますね。ですから、まあ、万博の後、まあ、それから IR の計画も含めて、まあ、ここに F1 を絡めることを僕は全然いいことだと思いますし、ぜひ実現していただきたいなというふうに思うので、そういったことを、観光局としてやっているということを、アピールするためにF1 って言ってればなんとなくなんか華やかなことをやろうとしてるんじゃないかという、イメージを皆さんに与えるというのは、はっきり言うとそれは30年前のバブルの頃はそうだったかもしれませんが、まあ、今は今話した通り、まあ、かなり具体的な課題として、まあ、今挙げただけでも3つ課題があるわけで、まあ、それが、簡単に分かってしまう、簡単に突っ込まれてしまう状況なので、突っ込まれたことに対してやはりある程度は具体的に回答ができないと、この計画というものが実現可能性があるものなのか、それともまあなんとなく自分たちの実績というかやってるということをアピールするためのものでしかないのかなというふうなものなのか、そこが今回のこういうね計画をぶち上げたのであれば、もう少し実現を本当にしたいのであれば、もう少し具体的に、計画を進めていただきたいなというふうに思います。F1 を出しに使っているというふうに僕は思いたくないですし、ぜひ F1 開催していただきたいなと思いますので、そういうね、次のアクションというものを期待したいなというふうに思います。というわけでいってらっしゃい。